海底二万里は、ジュール・ベルヌが1870年に発表した古典的な SF 冒険小説である。日本語訳の題としては、他に、海底二万海里、海底二万マ,マイル、海底二万竜、海底二万リーグ、海底二万マ,マイルなど、オリジナル版の差し絵は、序盤がエドアル・リュー、中、終盤がアルフォンス・ド・ヌビル。この物語は、ネモ船長という謎の人物により、 極秘裏に建造された新鋭潜水艦、ノーチラス号の冒険艦である。船舶が巨大な角のようなもので、喫水船火に大穴を開けられるという怪事件が続発していた。原因が一角のような巨大なクジラではないかという仮説を唱えたフランスの海洋生物。彼らは幸運にも干渉に昇格を備えたその怪物こと、 潜水艦のオチラスごと、ネモ船長と自称する男に救助され、彼らと潜水艦の旅に出ることになる。かくて、アロナックス博士たちは、航海の本物のサンゴ章や b ワンの海戦の残骸や沈んだアトランティス大陸の遺跡などを目撃することになる。しかし、ネモ船長には謎めいた一面があり、アロナックス博士は不審に思う。ネモ船長は、 どうやらどこかの国でひどい迫害を受け、その復讐のために部下たちと共にノーチラス号で海中に潜んでいるらしかった。事実、ある日ノーチラス号は国籍不明の軍艦の攻撃を受け、逆にその昇格で軍艦を撃沈してしまう。そんな恐ろしい事件を機に、もともとネモ船長に不信感を抱いていた。ネットランドはノーチラス号からの脱出を、 アロナックス博士らに提案し、ノーチラス号が、スカンディナビア半島沖の、マノオウズに巻き込まれた隙に脱出に成功した。1871フランタスピース、ピエール・アロナックス本作の語り手である、海洋生物学者、パリ博物館の博物学教授。フランス政府の命による、ネブラスカ州での科学調査を終えて、帰国の準備の最中、謎の巨大生物の調査、 対事のためのエーブラハムリンカーン号の乗船に招待される。気難しいネットランドと早々に仲良くなったり、ネモ船長とも会話の機会が多いと、友好的な一面が伺える。ノーチラス号内では乗船当初こそ、素直に海底旅行を楽しんでいたが、時が経つにつれ脱出したいという思いが出てくる。ネモ船長とは前述の通り三人の中で最も関わりが多く、 ノーチラス号にまつわる話やネモ船長自身の過去なども話してもらっている。当初船長からの信頼は厚かったが、物語後半になるにつれ会話の機会は減り、ラスト近くでは敵対関係のような形になっている。作中では、アロナックス教授、コンセイユからは、先生と呼ばれている。コンセイユアロナックスの忠実すぎる助手、フランドルの出身。頭はよく、 分類学の知識ではズバ抜けているものの、その種が何であるかという童貞の能力は空っきしで、ある。エーブラハムリンカーン号が襲撃された際、アロナックスへの忠誠心が大きすぎ、一緒に海へ飛び込んで溺れないように手助けした。でも船長とはあまり接触の機会はないが、本人はそこまで悪い印象を持ってはいない。アロナックス以上にネットとは仲が良く共にいる場面が多い。 ネットランド森内として、エイブラハムリンカーン号に雇われた、酒と肉が好きなケベック出身のカナダ人。分類学は得意ではないが、観察力と記憶力は優れており、アロナックスよりも正確に種の判別を行える。作中でも、根性油とネットの長所を合わせれば、結出した生物学者になると評されている。頑固で気が短く、 作中では怒りを募らせている場面がとても多い。ノーチラス号内では乗船当初から脱出を企てており、終盤の脱出直前でも、た二人に葉っぱをかけた。本人曰く、早く獣の肉が食いたい。森内としての腕は本物で、ノーチラス号やジュゴンに対して放った森は、いずれも的確である。作中では、ネット親方と呼ばれているが、アロナックスの階層では、 森内やカナダ人としか呼ばれていない。ネモ船長のオチラス号の船長。ノーチラス号の上に打ち上げられた三人を、捕虜という扱いで船内に連れ込む。すべてが謎めいた人物であり、一緒に連れている部下も同じである。海底世界を異様なほど好み、地上世界を異様なほど嫌う。船を地上に出すのは、酸素補給の時だけであり、それ以外の食事や、 電力などはすべて海中で賄っている。三人を睡眠薬で眠らせたり、マッコウクジラを八つ咲きにしたりなど、残酷な面を主に出す反面、死んだ部下を手厚く葬ったりサメに襲われている、インド人の漁夫を救ったりなど、人道的な一面も垣間見える。物語終盤では、祖国の復讐のため残酷な面が目立ち、ラストでは三人が逃げるのを承知する描写もある。 旅は読者を世界の太陽のよく知られたあちこちへと誘い、その場所のいくつかはベルヌ自身の実際の旅の記録やその中での施策から由来することが今では研究者の文献調査からわかっているが、その他のものは完全に想像によって書かれている。この本に登場する潜水艦のうちらス号には60年以上も前にフランスで制作された同名の潜水艦が存在し、 ロバート・フルトンによって開発されたそちらのノーチラス号はナポレオンに売り込まれたもので、動力は水中では人力、水上では帆を張っても移動できる水雷装備の軍艦で外洋でも使用できるように狩りも装備しており、フルトンはこれをナポレオンに売り込み、1801年にセーヌ川でテストを行ったが試作にとどまっている。ベルヌのノーチラス号のような電気動力潜水艦は、 本書の出版の20年後、1888年9月8日に、スペイン海軍に所属していた科学者、イサーク・ペラルによって設計され、299万5000ペセタの開発費がかけられて実現した。こちらは、電気潜水艦で、ペラル魚雷潜水艦と命名された。この作品に登場する、ネモ船長は、神秘の島にも登場し、アナロックス教授について触れられている。 神秘の島には、グラント船長の子供たちのエアトンが再登場するほか、ラストで、グラント船長とネモ船長の物語にまたがって、登場するすべての人たちが、主人公達の新たな住居に訪ねてくる場面もあり、グラント船長の子供たち、海底に満り、神秘の島を合わせて三部作とすることがある。ただし、神秘の島本編内で述べられている谷作内のエピソードの年代の記述は、 下記のように異なる。ベルヌ本人も、客中で、各作品の日付の違いについて触れ、やがてなぜ正確な日付が記されなかったか、お分かりいただけると思う。ここでも日付の食い違いが見られるがと言っているが、最後まで説明されずに終わっている。本作の現代は、バン・ミレロ・スース・スレ・マーズである。英語での題名も、その直訳、2 0エンテサウザン・ドリーグス・アンダー・ザ・シーである。 日本では、竜やリーグという単位に、馴染みがないことから、当初は、海底6万マイルと単位を換算して訳されたが、これと現代とが混同されて、海底2万マイルという題名が広まった。海底2万里という訳題は、日本の里と竜がほぼ同じ距離であり、五感も似ているために取られたものである。本作は、過去何回か映画化されている。 そのうちではディズニーによる海底2万マイルが有名である。ありがとうございます。